高速バス一般路線バスバス停の例、たバス株式会社は、大分県西部を営業エリアとする、西日本鉄道系列の乗り合いバス、貸切バス事業者である。路線バスは、日田市、九州郡九州町、熊本県麻生郡小国町で運行している。また、日田市の市地域、公共交通総合連携協議会より委託を受け、日田市内循環バス、 ひた走り号の運行も行っている。かつては、福岡県久留米市、浮橋市,市、浅倉市、大分県久須郡九十町にも路線があったが、撤退した。ひた整備工場くす営業所、破棄営業区本社所在地は、大分県ひた市本町8番18号。以下の営業所を持つ。ひたバスセンター管理受託運行する西鉄ひた台に 営業所所属の高速バスひた号車両を運行する。すべての高速バス路線でニモカが使用可能。守護課など、ニモカと相互利用している IC カード乗車券も使用可能。杖立て線後馬線温田線、ひた高塚、天ヶ瀬森町線昭和学園行き直行バス、天城幹線ひた市内循環バス、ひた走り号ひた走り号ひた市中心部を循環する。 コミュニティバスで2010年4月1日よりそれまでのコミュニティバスひためぐり号に変わって運行開始された専用車両が新車の日のポンチョに変更され生活利用を重視した路線に変更された2013年3月23日よりにもか守護か等の IC カード乗車券の利用が可能となっているひた BT では乗り継ぎ割引もある 運行開始当初は初乗り140円、最大200円の区間制運賃であったが、2016年6月1日より100円均一運賃の実証実験中。九州池田記念墓地公園福岡線おじらん号、杖立北福岡線、高塚北福岡線、福岡九重線、北湯布院線大分、別府北長崎線、サンライト号大分、別府高速北福岡、 豊の国号959大本線へらいき付近を行く、森町牧野と峠線の車両を高速北線森町、高塚、森駅牧野都線霧尾線、栃原線、龍門線、急行朝倉街道線、急行久留米線、本庄線、山浦線美出生線、今地線、松原線、浮羽線、急行、八木線、森町、牧野と峠線、仙町無電線、山手線、 再生回線有田線大野線、井手の線ひためぐり号、旭川か桃山線桃山線く町、町中巡環バス、く町中心部にある、公共施設、商店、金融機関、観光施設、文後森駅、道の駅道和の里くなどを巡回する、コミュニティバスで、愛称は、リラックスバス。2010年10月1日に運行開始した。運賃は、区間制で、 初乗り140円、最大200円。運行開始当初は、所定期間ごとに北バスとくす観光バスが交代で、運行を担当していたが、2015年度以降は、通年で、くす観光バスによる運行となっており、北バスによる運行は休止されている。破棄線破棄、循環線夜明け、循環線夜明け関、循環線ひさし大本線筑後吉井駅前に、 停車中の代行バス平成24年7月、九州北部豪雨で、久し大本線が被災したことに伴い、同年7月下旬から8月24日まで、代行バスを、貸切扱いで、西鉄バスクルメと共に、筑後吉井駅北駅間で運行した。このバスは、北バスと、西鉄バスクルメの路線車の他に、同会社の貸切車も使用された。また、 平成29年7月九州北部豪雨により、三つ岡駅被体機間の花月線橋梁が流出したことにより、同区間で2018年7月13日までのおよそ1年間、代行バスを運行した。自社の所属車両については、本来営業所表記はなかったが、西鉄時代の都職のままの譲り受け車両の内高速用車両全車と一部小型車については、 管理受託車両と同じ日を表記するようになった。破棄営業区の車両には、はと表記されている。かつての車両車両は大型は、西高、C 型、中型、小型は純正車を採用しており、自社発注車もしくは、西鉄、九州観光バスから譲渡された車両で構成されている。近年貸切り現車により、高速バスに転用された車両がある。は、 小型の一部を除いて、西鉄グループの貸切カラーのルーセントを使用していたが2006年により水色をベースとした自社カラーの採用が始まった。しかし、再び西鉄観光バスと同様の青い鳥塗装が導入され、2012年現在、小型車を除きオリジナル塗装の車両は全廃されている。その他、ギャンブル輸送として、竹尾競輪無料直行バスを運行している。 また、かつては西鉄から移管された佐賀競馬場の会員バスを営業していた。路線バス、貸し切りバス運行の他に、一般社の車検整備やくす町ふれあい福祉バスの運行、くす町、くじ町スクールバスの運行業務も行っている。また、不動産賃貸や保険、BT 内における、物販等も行う。ありがとうございます。